ラムです。ラムズッキュン。はい、ということで今日はですね、食レポの練習をしたいと思います。この食レポがね、相手に伝えるっていうこのボキャブラリーもなきゃいけないし、そして表情、食べ方、超大変なんですよ。やっぱ最近食レポのお仕事も入ってきたりするので。じゃあすみません、こっからスタジオをお店だと思ってやっていきましょう。お願いします。いきますよ、はい、3、2、1。さあやってまいりました。ここら辺にね、とても美味しいご飯屋さんがあると聞いてまいりました。完成なシチューさあやってまいりました。ここにね、とても美味しいご飯屋さんがあるということなんですが、すごい完成な住宅街ですね。あ、ここです、ここ。じゃあこんにちは。あー、すごい白を基調としたとても清潔感があるお店でございます。わー、見てください、これ餃子です。ちゃんとね、羽根付きです。私ね、羽根付き初めて食べるんですよ。それではいただきます。え、割り箸もうちょっと綺麗に割れません？割ったじゃないですか。なんかもうちょい静かに割れませんか。もう割っちゃったの。それではいただきたいと思います。全然取れない、全然取れない、全然取れない。全然取れないってなんですか。決まるところにしてください。なんで餃子見せてくれないんですか。餃子です。見てください、このオブラートのような羽です。オブラートのような。いただきます。羽もうちょっとちゃんと見せてほしいです。そこもちもちのところですよ。カリカリのとこ見せてほしいです。うん、餃子の皮がもちもちしてて、そして噛むと中から肉汁がジュワーって出てきて、とても美味しいです。噛めば噛むほど肉汁が溢れ出てきます。皮がもちもち、肉汁じゅわ。みんな食べに来てね。なんで羽の話しないんですか。羽、羽すごい。うまみチキンタツタバーガー。紙のままじゃないですか。紙。わかんないです。包装紙を。はい。こんな感じでーす。汚いですね。いただきます。こっちに見せてほしいです。タツタが入ってますよ。タツタとキャベツかな。いただきます。うーん、こぼしてますね。タツタの衣がサクサクしててとても美味しいでございます。うましむ。なんすか、うましむって。絶対それさ、罰を押したくて押してるでしょ。ねえ、平らげたいと思います。汚いなぁ。なんでそんなこぼすんですか。もうちょっとゆっくり食べれないんですか。うわ、汚いっすよ、食べ方。いや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 、味は味は